カルーンさん、ちょっとこちらで会員を見せてもらっていいですか？そんなもらえない、そんなもらえない。本日はハルーン先生のプレーを見て学ぼうの回です。でも本当に好きな曲やってもらいたいよ。あの星10とかじゃなくてもらいたいよ。アイドルマスターとか最高じゃん。これめっちゃくちゃ可愛いね。あ、そうなんだ。これは裏ドン。ハルーンさん、リクエストいいですか？はい。ノーウェイバックぐらいいいですか？あー、わかりました。ちなみにノーウェイバックぐらいは得意ですか？そこそこ。そこそこ。めちゃめちゃ綺麗だった。ありがとうございます。素晴らしい。じゃあこの流れで銀座ゾーン行きますか。わかりました。チャンネルでオファコンみたいな企画があって、あのランダム選曲を推奨しているんですけど、よかったらやっていただけませんか？何が出るんだろう。おお、なんか渋いね、選曲が。ノーウェイバックインザゾーンズームノイズってすごい。お前、お題が出てくる。さあ、何が出るかな。おお、すごい。だいぶ自由になっちゃった、これ。成功であります。成功法です。見づらいと思ってなかった。電電オーブだったら、トカ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 、リースさん電電。ちょうど働くのあのクズ玉のところが電電オーブ。難しい。ちょっと待って、うわー、おわー、すー。苦手。苦手らしい。逆に気になるな、苦手な曲っていう。それは珍しい。
これは悔しい。いや、これは悔しいな。パート1か2どっちかやってくださいって言ったら、そうだよね。あ、そういえばギネスおめでとうございます。ありがとうございます。あと誕生日もおめでとうございます。ありがとうございます。当たり前のようにこの動画出てるけど、これさ、ギネスなんで、なんでもねえぞ。さあ、ハルくんは何を選ぶんでしょうか。すごい。途中のおしゃれな候補も好きよ。アンフィトリーテやったー。これは個人的に見たい。戻ります。マジか。なんかもう、もはや感動すら覚えるもんね。マジで芸術だ、これは。おぉ、どうした。火がついたか。今、楽しいんで。おぉ。Come on.
すごいいいものを見せていただきました。ありがとうございます。